こんにちは、翔太です。今日もグラクロやっていきます。今日はですね、試練の塔第2層の、攻略やっていきたいと思います。で、番ですね。で、構成がですね、アサミリとフラウドリン、あとエスタロッサで、裏にメラスケラという形でやっていきます。で、この、無欲のフラウドリンは何も装備させないで、進化させないで、まあ、レベル51っていう感じですね。で、メラスキュラ、裏にメラスキュラですね。で、これですね、死者生還がついてるんで、まあ、これでやっていきたいと思います。で、最初のターンでフラウドリンに、亡くなってもらうというか、やられてもらって、で、特殊戦技で、あの、皆さんというか、メリオダスの必殺を貯めてかな、倒していくっていう形でやっていきます。で、フラウドリンにはね、すぐご退場願いますと。で、まあ、これでですね、まあ、必殺溜まってますと。で、メラスキュラ来ます。で、ここはあの反射が痛いので、メラスキュラの不死の状態で、メリオダス攻撃していくという形でやっていきます。で、必殺入れて、で、まあ、1回復活、両サイド復活使わせたいという感じですね。で、2ターン目で、ね、両サイドの、この鬼みたいなやつ、こいつらを復活させて、で、その分反射くるんで、メリオダスは不死、3ターンかな、不死の状態になりますと。で、不死の状態でまた、まあ、全体攻撃あれば全体攻撃入れていきたいですね。で、まあ、別にエスタロッサで攻撃しなくてもいいんですけど、まあやっていきますと。で、メリオダスはまだ不死の状態なので、この状態で両サイドの鬼というかね、そいつらを倒していきます。反射がね、めちゃくちゃ痛いんで、ここで、何ヶ月か前に同じ第2層の動画出してるんですけど、この方法でしか俺はね、攻略できない、できてないというか、やれてないですね。他にも何かやり方あるのかな、ちょっと分かんないですけど、まあ、このやり方が多分一番安定するというか、まあ、攻略しやすいのかなって感じですね。ただこれもうキャラが限られてくるんで、持ってない方はちょっと厳しいのかなっていう感じですね。で、まあ、ここで必殺使って両サイドを、倒しちゃえば、あとはもう反射は来ないんで、まあ、ゆっくりバンを倒していくって感じですね。まあ、メリオダスのバフついてるんでね、もうバチバチ、あの、攻撃入れてって倒していくと。まあ、これで GG ですね。はい、という感じで、一応フラウドリンの必殺マックスと、メラスキュラの不死の効果で攻略という形になっておりますので、まあ、ぜひもう使ってみてくださいという感じで、今日はこんな感じですね。はい。で、別にエスタロッサ、別にね、まあ、エスタロッサの枠別に何でもいいっちゃ何でもいいな。まあ、ただ魔人族パーティーで
言っておりますという感じで、今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。